キム・ジョンウンは、米国を怒らせた理由をすぐに帰国したばかりで、3週間以上、公衆に不在だった後、中央軍事委員会の会議の議長を務めた。デイリーメールによると、キム・ジョンウン氏は、肥料工場の開設後、5月1日以来公に、姿を見せていない。彼は、ちょうど北朝鮮の核能力が、最近どうであったかを議論するために会議に、現れました。北朝鮮の報道機関であるケイクナは木曜日にこの会議での焦点は核戦争を抑止する国の能力をさらに強化するための新しい政策であったと述べたが状況は明記しなかった。会議は毎日行われます。ケイクナは核抑止力の要件を明記しなかったが会議で重要な措置が取られた軍の大砲の攻撃能力を大幅に高めるためにと述べた。北朝鮮中央軍事委員会の議論はまた焦点を当てた戦略的な軍隊を国の軍隊の建設と発展に沿って高度警戒作戦に置くこと。会議中、金氏は国が外力と戦う必要があるときによりよく準備するために軍の不足と厳格さを修復する必要性を強調しました。会議の写真は、キムがプレゼンテーションボードの前に立っており、演説中に長い白い棒を使って、ボードを指し示していることを示していました。ワシントンポストが5月22日に報告した後、ドナルド・トランプ米大統領の政権は、ロシアと中国への警告として、1992年以来の最初の米国の核実験の実施について議論したと発表しました。米国を拠点とする武器管理協会の事務局長であるダリル・キンボールは北朝鮮の指導者がしないため米国の動きがキム・ジョンウンとの協議を妨害することができるとコメントした。トランプ政権と共に核実験を中止するという彼の責任を尊重する義務を負うことさえあった。中国の空母ボスの逮捕回り。2つの海軍空母、遼寧省と山東省。プランの仕事を指揮する中国造船産業公司チークの会長の逮捕は造船産業における風土病について語っています。中国の軍事船腐敗過去20年間中国は海軍の建設を目標に海軍の近代化プログラムに多額の投資を行ってきました。その目標の主要なプレイヤーは1999年以来中国をリードする軍事造船国営企業であるチークです。しかし、元チークの方万民大統領が最近拘留されたことで、政府の汚職防止の取り組みにもかかわらず、中国の軍用造船会社の間に存在する深刻な汚職が明らかになりました。以前は多くのチークキースーチが汚職で逮捕されました。現在、中国の軍事造船業の頂点に立った男は同じ罪で、起訴されています。この展開は中国の海軍の近代化が単に成長するよりもはるかに複雑であることを示しています。その結果、中国の軍の造船業者の間の腐敗は人民解放軍に確実に影響を与えるでしょう。黄万民氏、63歳は中国人民解放軍、プラの陸軍、海軍、空軍に機器を供給する多くの企業が経験した中国の防衛産業で長年働いてきました。方は J-10 戦闘機、コマック C919 航空機、西安 MA60 航空機などのデリケートなプロジェクトを監督し、最も重要なことに、彼は空母の遼寧省と山東省の開発を主導しました。2012年から2015年まで、方は中国の東部及び南東部地域で造船を管理する地域の競争相手である中国国家造船グループ CSSC の会長を務めました。2015年3月、方は会長兼党書記として地域に移動しました。在職中、方は地域の資産を再編成し、上場子会社の数を増やし、市場志向の債務の交換を開始し、地域の資産の証券化を増加させました。長年にわたり、ホは CSSC 地域の合併を率直に支持し、ついに2019年11月26日に開催されました。しかし、
エッジはこの歴史的な出来事を主催しませんでした。2019年8月、彼はチークの会長としての地位から突然撤退し、2020年5月12日まで中国の汚職防止ウォッチドッグである統制委員会が委員会を務めるまで国民の目の前で姿を消した。中央懲戒調査、区議は、ほの重大な懲戒違反、汚職による逮捕を宣言しました。中国の遼寧省と山東省の2隻の空母の建設を指揮した鮑氏は、近年中国の防衛産業における最高位の汚職容疑者となっています。ドナルド・トランプ米大統領の政権は、ロシアへの潜在的な警告として、1992年以来の最初の米国の核実験の開始について議論しました。AFP によると、ワシントンポストに関する情報は22日に報告されています。したがって、ワシントンポストは、米国政府の高官と他の2人の元高官が、匿名のままであると引用し、この議論は5月15日の会議で行われたと述べた。この問題は、ロシアと中国が独自のテーブ止まりテストを実施していることを数人の米国当局が発表した後に発生した。しかし、ロシアと中国はこの情報を否定しています。米国政府の高官は、米国が核兵器に関して、ロシアと中国との三者合意を求めるとき、ワシントンの迅速なテスト能力を証明することは、有用な交渉戦術になると言います。関係者によると、会議はいかなる取り決めで終了しなかった。彼らはまた、議論が進行中かどうかについて矛盾する情報を提供します。各不拡散活動家たちはすぐにその考えを非難した。これは、前例のない核兵器競争の最初のショットになるだろう、と武器管理協会の理事であるダリル・キンボールは言った。彼によると、そのような実験はまた、北朝鮮の指導者である金正恩との交渉を混乱させる可能性があり、金正恩は核実験。ワシントンポストの報告は、トランプが超大国の透明性と軍事的信頼を向上させることを目的としたオープンスカイ条約からの撤退を計画したことを発表した翌日に行われました。これはトランプ氏が米国の大統領に就任して、以来廃止した3番目の武器管理条約です。ロシアは、署名者の各軍が国を越えて、特定の監視飛行を行うことを許可することにより、戦争のリスクを低減する方法を見つけるために、過去18年間にわたって実施されてきた合意に、準拠することを確認しました。毎年他のメンバーに加わってください。欧州諸国もトランプ氏に再考するよう求めた。中国が COVID-19 ワクチンの臨床試験結果を発表報告によれば、これは世界で公式に発表された最初の COVID-19 ワクチンの人での臨床試験の結果です。中国の研究チームは本日 COVID-19 ワクチンの人での臨床試験の結果を発表しました。これは世界で最初の公式の COVID-19 ワクチンの人間ベースの最初の臨床試験の結果でもあり、中国軍事科学院のチェン・シックス博士が率いる研究チームが発表しました COVID-19 ワクチンの第一小人臨床試験の結果は、著名内学誌ザ・ランセッタでチームによって行われました。結果は、このワクチンが安全で免疫応答が良いことを示しました。注射の28日後、108人のボランティアは深刻な異常反応を示さなかった。トランシックス博士によれば、この結果は重要なマイルストーンであり、このワクチンが有望であり、次の研究ステップを実行できることを示しています。しかし、彼女は COVID-19 に対するワクチンの研究開発が前例のない課題に直面していることを強調し、免疫応答を生み出す能力はこのワクチンが人々を完全に保護できることを必ずしも証明しない。SARS-CoV-2 ウイルスに対する免疫。これらの結果は研究プロセスに前向きな見通しを示していますが、ワクチンを正式に市場に出すには、まだやらなければならないことがたくさんあります。報告によれば、これは世界で公式に発表された最初の COVID-19 ワクチンの人での臨床試験の結果です。
その前に、これは人間の臨床試験でフェーズ2に入る世界で最初のワクチンでもあります。現在、中国では5種類の COVID-19 ワクチンがヒットで臨床試験に投入されています。2575人のボランティアがテストに参加しました。有利な場合、第2愛臨床試験は7月に終了します。北京は香港の安全法について話し、新華社は昨日、中国の外務省の広報担当者である張利安、貴燕が、香港の安全法は完全に中国の内部にあり、国家のものではないと述べたと述べた。張は中国国家人民代表大会 NPC の第3回会合に提出された香港の国家安全保障法案の最中にこの声明を発表した。話し合う。当局は国家安全保障は国家の存続と発展の基本的な前提条件であり、国家の安全を脅かすその地域での活動を許可する国はないことを強調した。国家。張氏は、香港は中国の特別行政区であることを確認し、北京は国家主権、安全保障上の利益、国家開発を保護し、一国二国の政策を実施する決意であると付け加えた。政権、そして香港での外部干渉に対して、以前、米国国務長官のマイク・ポンペオは、香港の安全法案を可決する中国の意図は有害であり、特別区に関する特別規制に関するワシントンの決定に影響を与える可能性があると宣言しました。ロイターによれば、カナダ、オーストラリア、イギリスの外相も中国による移動について懸念を表明する共同声明を発表した。新華社によれば、中国の習近平国家主席は23日、政治顧問と会って NPC 会議に出席した。彼は議論に参加し、彼らのコメントや提案に耳を傾けました。NPC の第3セッションの開会セッションで、習近平国家主席は COVID-19 パンデミック対策の調整から経済発展、社会、